外見ではなく心のつながりだけで結婚相手を見つけていただきたいと思います。壁の向こうから聞こえる声を頼りに心のつながりを深めていただきたいと思っています。こんにちは。こんにちは。ここは譲れないみたいなのはあったりする？私より身長高い人がいい。なんか親近感あるな、はい、また話せたら嬉しい。それだけでめっちゃなんかうぇーって不上がりだよねそれすごい辛い。ここはいいって思ってないなって思う。会話だけで恋に落ちるんですかね。かなり難しくない？過去とかコンプレックスとか、うん、言うのが一番怖いのね。あとは覚悟なんだよ。楽しいよねっていう時間を過ごせないとそれこそも結婚もできないから。ポットの中で言ってたこととなんで意見が変わっちゃったのかなって思った。これだったら一人でいた方がいいじゃんってなる。一緒にいて自分が素でいれるとか、10年後も20年後も同じように横で笑ってくれたらすごい幸せだなって信じたい。